単純に時間対コストとして、そこに時間を割く。例えばこれ1本でもね、今日1日みんな収録してるわけじゃないですか。まあそれに値する価値があるから僕らここに座ってるわけで、なんなら自分で動いた方が収益的には上がるかもしれないですよね。だからそのコンテンツにどれぐらいのインパクトがあるか、例えばテレビに出るっていうんだったら、まあいいね、半日咲いたっていいかなって思いますけど、じゃあどれぐらいのそのインプレッションが見込めるのかとか、そういうやっぱデータがちょっと欲しいなっていうのと、まあそれをまあ結局地金出してやるわけなので、 うん、そこの要は自分の稼げるはずの時間を使って、さらにお金を出してやるってことは。要するに倍以上の僕ら出費をしなきゃいけないわけですよね。時間使うわけなんで。だからそれ相応のクオリティじゃないと、僕らは出ないしっていう風に捉えちゃうんですよね。あとは全く自分の親和性のない人が困ってたとしてもですよね。やっぱりなかなか結局助けられないというか。まあ、もちろんね、そのベースで共通する部分はあっても。僕がね、その犬のリードを売れると。 思わないんでですよ自分でねだからそこは出資はできてもビジネス的アドバイスはねなかなかちょっと的外れなものになってしまう可能性もあるかなっていうそこをどうクリアするかじゃないですか。 そその時のトラのの時側取り扱いといとうか結局そのドキュメンタリーこの話だとドキュメンタリーで虎の人間性をより高めて、まあ、その表現したいっていうコンテンツじゃないですかここで終わっちゃうとその後がないわけですよねそういう場合何か僕らはなんかどうあっ終わりですかみたいな感じになっちゃうのかなみたいな,なんかそのやっぱり人選がかなりネックになってきてやっぱりその多少見込みがないとやっぱり何も面白くないし今日じゃあ多少見込みがある人って大体それねその人自体にも 能力ああるるかから自分ででできちゃうんじゃゃうじじねみたいいななとこもあるじゃないですかだからすごいこう限られたあの本当にいいまあ言うなれば本当にテレビレベルのオーディションをして、まあ、この人だったらこう、ね、取れそう視聴率取れそうみたいな話で進めないと一個一個のコンテンツがしょぼいと またなん,な,んなんこれみたいなね <laughs> なねっちゃうんかなみたいなこうねタイガーファンディングだとやっぱりある程度の割合でオールがいるから毎回どうなんだろうってなるけれども笑顔がすごい素敵きです本当にあのくしゃっと笑うじゃないですかだから作り笑いじゃないんですよねすごい顔の表情を使って今日さっきも言ったんですけど俺やっぱ演出が気になるんですよもう何よりもそう。外注するのか もう本当にこういうス,ストーリーテラーの物語ってもう具だったらみんな離脱するんですよねこんな YouTube でねテレビじゃないですから相当そこの演出と編集僕も最近ちょっとテレビに出る機会何個かバラエティも含めてあってもう本当に3時間撮って15分とかしか使われないんですよ。なんだこれはと ビビるんですよね、本当 YouTube って、使用率ほぼね、8割ぐらい使ってるじゃないですか、素材の。無駄にしないように。なんだけども、テレビって本当にすごくて、要するに、それでディレクションして、本当十10分の1以下にしたものをさらに絞って、そしてさらにテロップ専門の制作会社に投げて、その後音声専門の制作会社に投げて、そんで戻ってきて最終修正してみたいな感じなんですよね。それで、例えば外野の夜明けとか、プロフェッショナルみたいなものって出来上がってるんですよ。だからそこの遂行とかの部分が、 あのクオリティが低いとまあもちろんねその利益度外視でやるっていうのは別にいいんですけどそれじゃあ別に面白くないじゃないですかだったらもうそれを見てうわーみんな泣く人が出るとかもう本当にブワーって問い合わせが集まってみんなで助けたくなるとかそういう反響があるなんかそんな まあそこら辺のね、YouTube と同じようなことやっても全然面白くないと思うんですよね。なんかそこをどうまあクオリティアップしていくかで、全然その何ですか伸びしろが違うっていうか、まあ一本で終わらない、たかまあその一人の志願者というかね、V 字回復だけで終わらないコンテンツにできると思うんで、タイガーファンディング、新しい未来をつかみ取れ。